はいどうも、ゆだいです。はい、今日もね、いい人盛りやっていきたいと思います。はい、ということで、今日はね、木曜日ですので、週刊日々、ガチャの方いろいろ来てますので、やっていきたいと思います。はい、で、まあね、これ見てもらったらわかるんですけど、まあ今週から、シーズン6が開始ということで、まあ主にね、まあリーグがね、今佳境に入ってるんです。佳境にね、入ってるんですけど、まあそういう感じの区切りですかね。はい。中盤から、終盤に変わっていくということで、まあそんな感じの、やつです。はい。まあまあうまく説明できてないと思うけど。はい。で、あとそうですね、イベントの方は、あれですね、週刊 FP 今週はね、このブラジルクラブスと J リーグのね、この2個で、週刊 FP の無料券が取れるということなんで、まあ無料でね、2回引けるということなんで、まあぜひ、やった方がね、はい、いいと思います。はい。というわけで、早速ね、ガチャの方、見ていきたいと思います。はい。まあ今週はね、結構いっぱい行ってますね。うん。まあ、プレミアに、J リーグに、で、J リーグの月間と言えばいいんか。月間で、あとこれね、指名契約と、ブラジルクラブね、無料券1回ということで、メキシコもね、来てますね。はい。で、とりあえず軽く見ていきますけど、まあ、このプレミアはね、そうですね、まあ、僕的にはお金にね、まあ、余裕がある人は別に、うん、引いてもいいんじゃないかって思います。はい。まあ、絶対引いた方がいいって言われたら多分そうでもないと、思うんで、そうですね。まあ、アーノルドも、ショータイムとかで出てるし、まあ、ジェラードも言って出てる？出てない？イングランドのやつ出てる？ちょっと忘れましたけど、そうですね。まあ、シーマ今シーズン初か。シーマ初登場ですけど、まあ、シーマはね、全然193センチあって、まあ、守備的ゴールキーパーなんで、全然やれそうな感じします。はい。まあ、けどね、まあ、低弾道パントキック持ってないんで、ちょっとそこら辺はね、ちょっとチェフに負けるのかなって思いますね。はい。まあ、そんな感じですかね。イングリッシュプレミアリーグは。はい。で、続いて J リーグですけど、高原選手とね、ジーコということで、まあ、高原選手ね、普通に僕的には、使ってみたい気もする。うん。まあ、僕がね、小さい時に日本代表で活躍してた選手っていうこともあるんで、まあ、やれそうな気する。やろ。まあ、タイプ的にはハーランドとか、まあ、そちら辺に なりそうな、感じがする。オフェンスセンスでね、いいポジション取りでゴール決めるみたいな。はい。次、ジーコ。ジーコはね、まあ、ナンバー10ですけど、前のアップデートで、ナンバー10がね、ちょっと改良されたんで、まあ、そう考えたら、まあ、全然使えるのかなって思います。はい。まあ、普通にね、ブラジルのジーコも強いんで、まあ、このジーコもね、多分強いんだろうなって思います。はい。まあ、J リーグも、まあ、引ける余裕があれば引いてもいいんじゃないかなって感じですね。はい。で、まあ、あとはこれですね。オールランダーということで、まあ、ポリバレントというか、いろんなポジションができる選手が登場してますよっていう感じのガチャですね。はい。で、まさかジルーがね、ゴールキーパーで登場ということで、まあ、ちょっとね、希少性をね、求めるならば、前の週刊 FP ね、はい、一回出てましたけど、それだけでも良かったんじゃないかなって思いますね。はい。まあ、でも普通に、まあ、今後ね、このジルー出てくるかどうかもわかんないんで、まあ、希少性としてはね、まあ、持っといても、まあ、ネタ枠としてですけど、まあ、面白いんじゃないかなって思います。はい。ということで、早速ね、本題の週刊 FP の方見ていきたいと思います。はい。まず1人目、ニコ・ウィリアムス。はい。まあ、ブースターをかけるとこんな感じですね。はい。まあ、ドリブルできてスピードが速い。で、しかも逆足精度、頻度ともに最高。で、コンディションの波が小さいと。まあ、非常にいいですね。はい。まあ、コンディションの波小さいっていうのがね、でかいかなって思います。C 環境でも使えるしね。で、あと、まあ、決定力とかオフェンスセンスも78とか77ですけど、まあ、これ TS 入れたら、まあ、多分80いくと思うんで、普通に強いんじゃない？結構強化されてると思うな、今週のニコ・ウィリアムス。コンカスループアウトスピンキックね、持ってるんで非常にいいです。はい、当たりです。はい、次、カイ・ハバーツ。
リンクフォワードということで、まあ先週、先々週ぐらいか、アーセナルのね、ビッグタイムで出てきましたけど、まあそれ持ってたらね、まあそこまで、いらないんじゃないかなって思います。はい。まあでも、アーセナルのね、ビッグタイム持ってない人からすれば、まあやれると思いますが、まあリンクフォワードなんでね、ちょっとリンクフォワードって使いづらいところもあるんで、まあそこら辺どうなんかなって思います。はい。まあワンショワンパスルパスってピンクロモテでね、結構スキル優秀なんで、まあ普通に強いと思います。はい、当たりですね。はい、次、ジャンルンカマンチーニ。はい。ディフェンス能力悪くない。で、フィジカルスピションもそこまで気にならない。で、ジャンプ、フィジコン、スタミナも良い。で、ヘディングもいいと。結構やれそうな気すんね、マンチーニ。で、スキルもマンマーク、インターセプト、ブロッカー、やバトルということで。ディフェンスにね、必要なスキルは大体ついてる。はい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 。いや、強いんじゃない？マンチーニ。まあ、今週はね、ガチスカでもいけるんじゃないかなって思いますけどね。スタミナがあるのはね、結構いいと思います。あんまり、何やろ、センターバックってあんまスタミナある選手少ないので、全然2戦場でも3戦場でもやれますね、マンチーニ。はい。当たりっすね。当たり。まあ普通かな。あ、でも当たり。当たり当たり。はい。次、ジェームウォードプラスということで。ウォードプラスはね、まあ数値見てもらってわかるんですけど、まあパス精度とフリーキック精度が非常に高い選手なんで、まあそうですね。2列目からの飛び出しとしたらちょっとも微妙な感じする。なんで、まあ、どっちかっていったらね、この能力はプレーメーカー系の能力なんでね。まあ、中盤の底とかで置いてやってもいいと思いますが、まあ、普通にパススキルが高いので、ブースターついてるのか。何が上がる？はいはいはい。フリーキックが強いね、とにかく。で、ワンパス、ルーパス、バックスピッピン、クロということで、はいはい。まあ、パス系のスキルはほぼついてますよ、という感じですね。なんで、まあ、トップ下に置いてもまあいいと思うんですけど、そうやな、結構使いどころが難しいな、ウォードプラスは。まあ、そうやな、センターハーフでもいい感じする。中盤の底に置くにしてはちょっと守備が物足りないから、ちょっと微妙な感じするな。能力はね、言っちゃいいんですけど、ちょっと使いづらい能力してるんで、まあ、普通かな。使いどころとかそういうの考えてね。はい、次、ヤシヌ・アドリ、プレーメーカーということで、はいはいはい。ボールキープできてパス数値が高い感じね。はいはいはい。で、スルーパス、ワンパ、バックスピン、アウトスピンもっていうの、結構パスは優秀ですね。はい。そうですね、アドリ、まあ、そうやな、アドリもどうしようかなって感じやな。まあ、この守備能力見たらセンターハーフかな。まあ、ツーボラの一角で置いたらいいんじゃないかなって思います。はい。まあ、スリーセンターハーフで置くのはちょっと微妙な感じがするね。ボランチのところで置くにはちょっと物足りなさすぎるし。かといってセンターハーフでも置いても、って感じなんで、まあそうですね、2センターハーフの一角で置いた方がいいかもしれないですけど、まあ普通かな。はい。はい、次、ラドスはマエツキか。マエツキね。はいはいはい。なるほどね。ちょっと最近まで出たキーパーと比べたら物足りないですかね。はい。残念ながら、まあ身長あるんか。意外とやれるかこいつ。ですけど、キーパー枠だから、外れかな。ちょっと能力ね、惜しいけど、はい、外れです。はい、次、ミッキー・ファンデンペン。ファンデフェンね、はい。まあ、ノッティンガム・フォレスト戦か。いかついミドルシュート決めてましたけど。はい、で、ブースター乗ったらこんな感じですよと。ファンデフェンはね、当たりです。多分今まで出てきたファンデンフェの中で一番強いファンデンフェやと思うんで、はい、スピードも91あるしね、はい、でディフェンスもほぼ
90超えるってところなんで、はい、非常に強いかなって思います、はい、でスキーの方もね、マンマークインターセプトブロックガイアバトルでスライディングタックルもでついてるんで、うん、いいっすね。ファンデフェン普通に左サイドバックで置いてもいいし、うん、いや、いいんじゃないですか。一番当たりかも。ニコ・ウィリアムスと並んでの当たりですね。はい、欲しいです、ファンデフェン。はい、次、リコ・ルイス。はい、リコ・ルイスもね、ちょいちょいマンチェスターシティで活躍してますが、まあ、結構バランスの取れたいい選手かなって思います。はい、ディフェンスできるし、オフェンスも結構高いし、でフィジカルもそれなりになるし、まあ、非常に隙のない感じの選手かなって思います。はい、まあ、身長がね、ちっちゃいんで、まあ、そこだけはちょっと弱点ですけど、まあ、それでも全然気にならんぐらいの能力は知ってます。はい。で、ワンパス、ルーパスで、ピンクロにインターセプト。はい。あ、キャプテンシートもついてるんや。ははは。まあ、インターセプトついてるんで、はい。そこ結構効いてくるんじゃないかなって思います。はい。まあ、ニコルイスも当たりじゃないか。うん。いいと思います。はい。次、マッテオポリターノ。ウィングストライカーで、はいはいはい。なるほどね。あ、スーパーサブついてるんや。で、ピンクロ、バンシュー。で、コンカ、はあ。スキルは悪くないね。なんか、あいつに似てる、エルジフ・エルマフ。今、多分ナポリにいないと思うんですけど、まあ、その選手に似てるかな。うん。で、スーパーサブ持ちなんで、まあ、後半から出し上げたら強いかもしれない。はい。まあ、でも、普通かな。うん。はい、次、ジェニ・カタモ。この選手、あれか。ベンフィカ戦ゴール決めてたか、2ゴールぐらい。はいはいはい。攻撃的サイドバックということで、あ、まあ、スキルはちょっと、せやな、ピンクロ持ってほしかったけど、うん、ちょっと物足りない感じしますけど、そうですね、まあ、サイドバックっていうより、まあ、左サイドハーフか、あ、じゃあ右サイドハーフか、右ウィングで置いてやってあげた方がいいかなって思います。はい。まあ、どっちかっていうと、まあ、守りっていうより攻撃的な選手だと思うので、うん、まあ、右ウィング、右サイドハーフ、どっちかですかね。はい。まあ、肩も普通かな。はい。ということで、あ、最後のことだ。はい。次、最後ね、ヤンクバミンテ。はいはい、なるほどね。あ、ちょっと微妙やな。まあ、スピードはめっちゃある。スピションはめっちゃある感じですね。はい。でドリブルもあるんで、まあ、ゴリゴリ進んでいくタイプだと思いますけど、まあ、ワンパス、ルーパー、スキルはいいね。ワンパス、ルーパス、ワンシュー持ってるんや。あ、まあ、根幹持ってるんで、そうですね。ドリブルで切り込んで打つっていう感じですかな。うん。で、まあ、TS 入れたら、まあ、ボールコンド、ボールキープ80超えそうなので、あ、まあ、ボディコンも80いきそうなんで、まあ、いい感じはするかな。うん。まあでも普通かな。ヤンクバミンテ。はい。ということで見ていきました。はい。ということで早速ね、引いていきたいと思います。はい。僕的には、まあ、ファンデフェン・ウィリアムス。で、リコ・ルイス・マンチーニかな。はい。この4人ですかね、欲しいの。はい。ということで引いていきたいと思います。はい。まあ、今週結構いい感じ。メンツは渋いけど、能力が結構いい。さあ、1人目誰だ。あ、ポリターノか。まあ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 。悪くはないでしょう。ポリターノね。はい、ポリターノ。ということで、2回目引いていきたいと思います。はい。まあ、ファンデフェンは欲しいよね。まあ、ハイライトのもファンデフェン持ってるんですけど、まあ、こっちのファンデフェンの方が強いし、絶対。もう、またですか。すごない。逆にすごない、これ。絶対キーパー引いていくやん。はい、これで4週連続か。はい、最後、引いていきたいと思います。いやー、マジファンデフェ。いやー、でもこれファンデフェ来なさそうやな。マンチーニあたりな気する。あ、リコ・ルイス？はいはいはい。まあ、悪くはない。めっちゃモブ顔やけど、はい、リコ・ルイスということで、はい、ということで、メンバーリストにね戻りたいと思います。はい、
ということで戻ってきました。まあ今週はねポリターのリコルズ、毎月って、あ、選手当ててないのね。はいはいはい、うん、キーパー当ててるよね。でここでもキーパー当ててるよね。いやマジすごないこのキーパーの当たる確率、やばいねんけど。はい、でもここね、ここファンデフェンやったらもう完璧、今週は完璧やった。うん、まあでもまたあとね無料券、2個あるんで、まあ時間があればねやっていきたいなと思います。はい、ということで今日はねここで終わりたいと思います。はい、また引き続きね動画出していきたいと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではどうぞ。